竜魂社とありまして、抹茶になります。まあ、こちらの ご一族の方とか、まあ、家臣とか家臣の中の、なんですかね、家臣の、まあ、家臣の家臣とか農民の方とかの生物、まあ、今で言ってもその、まあ、この時代の戦の場合はの農家の方もあの兵士としてかあの駆り出されるので、そういう意味では全員をの魂を祀るということで、ですね、うん、なかなか整備されてていいですね。もうちょっとなんかあればいいと思うんですけど、ねえって感じですね。